蝶芳演技9年7月6日は、平安時代前期の新言州の僧。第五次の開祖で、新言州を乗りの祖、また、後に、東山八祝言堂の祖とされる。俗名は、久し影王。公認天皇の矢者語で、兵部大、進む、九子恋王の子。死亡は、李玄大師。なお、蝶芳に唱える言葉は、南無蝶芳孫氏の不法弟子。 危険社会との交流を重視した島宮美に対して、カビや県政と一定の距離を置き、精錬潔白、豪坦な人柄として知られた。新宮美在世中に、新言州の暴流的位置に留まっていた背景には、間宮美との確執があったとも言われる。出家から長い間、三論衆を中心に、南都諸州を学んでいたが、早年期以降、本格的に受講して、 新言密教静着となり、歌天皇の厚い家を受けて、当時長者、僧侶などの住職に登った。また、猿猿おずぬに詩宿して、吉野の金峰山で山岳修行を行うとともに、山景堂の整備や仏像造流などで金峰山の発展に尽力した。このため、消防を猿猿おずぬ以降と抱えていた、修験道の最高の祖とする伝承が生まれた。 消防の著作と伝えられる主言道関係の書は今日ではすべて消防に固くして後世に書かれたものと見られている。直線歌人として古今和歌集に和歌作品が一種再録されている。消防が伝謀感情を授けた不法弟子住人その他の弟子。ありがとうございます。